はい、今回は、棋聖戦の、挑戦者決定トーナメントで、S リーグ、2位の高尾紳路九段と、A リーグ、優勝の、山下敬吾九段の対決を紹介したいと思います。はい、じゃあそれではお願いします。高尾さんの黒番ですね。そうですね。AI とかはね、まあ、こうやってね、取るような手とかもね、示すことがあるみたいですね。まあ、これならね、一番常識的ですね。はい。で、黒も、そうですね、大場に打ってればね、とても普通だと思うんですけどね。すぐにこうね、突き二段で、いきました。抵抗のね、形ですね。ちょっとそうですね、最近、たまに見るような気がするんですけど、まあちょっと不思議な別れなんですけど、このようになりましたね。こういうとこ切られてしまうとね、ちょっと嫌な感じもするんですけど、あ、すいません。まあ、ここの味を見て、これで隅はね、白地ですね。これも非常に気合いですね。こうやっていれば別に大丈夫なんですけど、ここ受けずにこちらを抑え込んでいきましたね。黒はね、この4子をね、捨てる作戦を打ちましたね。まあ、結構部分的にはね、結構大きい気がするんですけどね。まあ大胆にね、捨てて打ちましたね。これは跳ね出しから主張は悪いんですけどね。そうですね、ここの具合がありますね。ですから、まあこれは主張では取れないですね。これでちょっとこのね、利きを見ながら、もうすぐに動き出してきましたね。こういうところをね、見ながらこうなんかこうとかね、動き出していくのかなとか思ったんですけど、すぐに動き出していきました。これ一回囲って、もう大体ここは、まあ隅がね、あとどうなるかですけど、ここから手をつけていきましたね。様子見に対して黒もね、受けずに跳ねて、お互い反発ですね。これはどうなんでしょうね。この置いた手が、ちょっと空振りになってるような気もするんですけど、そうですね。これはね、黒うまくやったと思いますね。これたとえ捨てても、ここをぶち破って、これをもう持ち込みにすれば、黒はね、残ってそうな雰囲気があります。黒はまだまだね、やっていきますね。感触としてはね、つなぎぐらいでも、形勢いい気はするんですけどね。ガンガンやっていってますね。確かにこうなればちょっと働いてますね。もっと。上取り先手で打てたのは非常に気持ちいいですね。隅もこれは取りに行ってますね。置いて。この時に、なるほど。つなぐと当て込みがありますか。当て込みがあるんですね。ここと両方見合いになってますね。ですから、これを打って、
これつなぐとどういうことなんでしょうね。つなぐとこれは結局変わらないですよね。あ、こうやってこうやってこうやって、今度これ抜きが先手で打てるんですね。はい。で、こう助かるので、なるほど。で、切ってと。なるほど、この手があったんですね。ちょっとね、振り返りとかいろいろありましたけど、これはあれですね、ここを目を取られてもつければ目がありますか。こういったらつないでおいて、まあ、取ったらこれで目がありますね。そうですね。で、まあ切ってと、まあ、形がここまで決まってね。ここまで形が決まれば黒はあと紛れようがないでしょうかね。ということでね、最後まで打たれまして、黒の五目半勝ちということでしたね。これでね、高尾さんは、決勝に進まれまして、河野臨、九段との、ね、対局となりました。ただ河野さんはね、S リーグ優勝なので、一緒のアドバンテージがあるので、高尾さんはね、2連勝しないといけませんね。河野さんか、高尾紳路さんのね、挑戦者と、なりますね。次回も、楽しみにしたいと思います。じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。それでは失礼します。